get you down Gonna make you stay just fine 이대로 모자라지도 넘치지도 No cause I got my collection皆様こんにちは、ペコでございます。本日も動画を見てくださってありがとうございます。今日の動画は、9月30日に東京ディズニーランドに行った際の Vlog です。この日は皆様ご存知の通りハロウィンパレード、ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジーのプレビュー公演がある日だったので、もう久しぶりに旦那と大和さんと気合い入れて早くから、開演待ちをしたところから始まってます。大和さんはなんとこの日、12時半、0時30分、私は2時に起きまして準備をして、来た次第でございます。朝はね、涼しかったからそれが何よりも幸いでしたね。ハロウィンということで清掃でやってまいりました。で、朝早く起きてご飯食べてなかったので、ディズニーランドホテルの売店コンビニ、ご飯屋さん、コンビニに、サンドイッチ買いに行ったんだけど、めちゃめちゃ混んでて、いや、この日ね、パレード待ちしてる、間違えた、影待ちしてる人もめっちゃ多かったので、ランドホテルの中もすんごい混んでて、閉園後のランドホテルのコンビニぐらいにめっちゃ混んでて、やっとサンドイッチゲットしていただきました。そんなこんなで待っておりましたら、だいたい朝6時半ぐらいに、じゃあ荷物検査します。6時半ぐらいだったよね。6時半ぐらいに荷物検査始まったの。7時かな？うん。7時に荷物検査始まって、中に入りまして、待っております。こんな感じでございました。それでは、アフレコ失礼して、本編の音声楽しみ、お楽しみください。そう、全然ある。あと、20分ぐらいでインができますよ。うん、楽しみ。めっちゃ楽しみ。楽しみーって楽しみー。いえ、あ、ちょっと楽しみー、楽しみー。開演時間は9時を予定しておりましたが、
の準備が整いましたので8時40分に開演いたします。ディズニーホテルでご宿泊でハッピーエントリー通行証をお持ちの方は8時25分からご入園いただけます。東京ディズニーランドステーション正面の入り口にお越しください。なお8時25分からはアトラクションも含む一部の施設がご利用いただけます。本日ザ・ミランズハロウィーンインドゥーザ・フレンチーのプレビュー公演も行う予定ですが、報道関係等の取材、撮影が予定されているため、賞をもらいいただけるエリアに制限を設けております。詳しくは、監修エリアの近くにいるキャストにご確認ください。楽しんでください。はい、関根ちゃん。ありがとうございます。入りました。じゃあ、よし、場所取り行くぞ。テク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 。チャラー、おはようございます。時刻は9時、あ、なんか赤い画面しかつながった。9時6分、無事インパークしてウエスタンランドの方でパレード待ちしております。9時ぐらいにしてさ、もう10時に始まるんで、もうあと50分ぐらいで始まります。ではここからあともうしばらく待ちます。あともうしばらく待ちますだけど、あともうちょっとしたらモバイルオーダーの時間がありますので、モバイルオーダーも取りに行きたいと思います。いや、今日はこのパレード待ちも埋まるのめっちゃ早かったわ。もうちょっと待ちます、待ちます。はい、では今プラズマレイズダイナーに向かって歩いてます。パレード待ちはすっごい人だけど、パレードルートから離れると誰も、ほら見て、すごい平和です。じゃあビール受け取ります。プラズマレイズダイナーに到着。まだ時間までちょっと早いので、しっかりお水を飲んで待ちたいと思います。9時半のプラズマレイズダイナーはいつもより待ちが少ない気がします。5組待ちぐらいです。あのモバイルオーダーじゃない人は5組待ちぐらいかなって感じです。ビールゲット。はい、乾杯しよう。 OK？ OK。 せーの、ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。うまい。泡がいい感じに、まだ美味しいね、出来たてだから。やっぱみんなの元に戻る前に飲むの一番。ハッピーハロウィーン。皆さんにお知らせします。あと15分でハッピーハロウィーンイントゥーザフレンチーが始まります。ディズニーミランズがお届けする怪しくもエキサイティングなハロウィーンパーティー。自分が一緒に踊って最高に楽しいフレンチーなパーティーで盛り上がりましょう。ザ・ミランズ・ハロウィーン・イントゥーザ・フレンジーはあと15分で始まります。お楽しみに。なお今後の天候により公演は中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。今度は時計を交互に走らせ、だんだん上に。
パワー、左手でパワー、4回引いて拳を引き上げて手を刺す。さあ両手を出して、まずは左右に8回手首を浮かせて、今度は突き出し、だんだん上に上げて、右、左、4回引いて
この魅力にあふれた sensation, we gather your passions, come, come on and make it up, just let your excitable energy grow. When the bass go, this is how this, we're gonna love this. This Halloween will make it rise, this is a twist of パレードを見終わってウッドチャックキッチンに来ました。たった今。ウエスタンリバー鉄道が通ってますね。たった今オープンしました。なんて落としたか忘れちゃった。今オープンして、そうモバイルオーダーしようと思ったんですけど、モバイルオーダーだともう13時過ぎのしかなかったので並んでます。はい、どれくらいで買えるんでしょうか。11時45分までにはホーンテッドマンションに行かないといけないので、まあまあまあ、いやーでも結構待ってるね。待ちます。はい、ウッドチャックキッチンでやっと買えました。今何分だ。あ、25分ぐらい待って購入できました。これはだからこのね、エビが出てくるの結構待った。なんか出てきては売れて、出てきてはなんか配膳でなくなってみたいな。これさ、入り口のメニューの看板には載ってないのにね、みんなアプリで見て頼んでるんだね。大和さんが頼んだシェフのおすすめセットのエビフライがいっぱい入ってるやつと、私は前回に引き続きまたターキーレッグターキーレッグリベンジ、前回味薄かったから。で、大和さんのサンドのセットのポテトに、大和さんのセットのコーラに、ペコちゃんのビールです。友達ピッピはコンボプレートを頼みました。なんかコンボプレートあんまり出ないのかさ、タニーさんが頼んだ後レジの人がマイクでコンボプレート入りましたって言ってた。コンボ入りましたって言ってた。確かに食べてる人いない。じゃあいただきます。いただきます。タキネック今回はうまっ。前回と全然違う。ちゃんとだけ入れて、あ、うまい。うん、エビフライにかかってるの何ソース。オーラ、オーラっぽい。なんだろう、今日はこのセットのポテトがめっちゃ塩気でうまい。え、マジマッカのセットのポテトセットにすればよかった。どちらのポテトうまっ。エビが3本入ってるから。それもさ、よく食べてもエビ。ガストンのハーブアンハーブチキンみたいなやつ。はい。はいはいはい。
エビサンドめっちゃうまそう。うん、うまい。お昼ご飯それにしようかな。一口食べてみる。うん、一口食べてみる。また熱い一口くれた。欲しそうにしてたから。エビのとこ食べるよ。うん、エビサンド。うん。おいしい。ボスのエビカツバーガーにめっちゃ似てる味が。これソースもこんな感じ、ボスのエビカツバーガー。ってことはつまりは美味しいってこと。うまい。うまい。エビカツバーガー。パンはふわふわ。そうね。なんか写真見たらパンがでかそうでやめたんだよね。ちょっと重そうだね。これはさっぱりしてて美味しいけど。それでもいい。テク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 。ごちそうさまでしたということで、ウトチャックキッチンでご飯食べてきまして、ホーンテッドマンションのホリデーナイトメアバージョンのプライオリティパスの時間が迫ってきてる、迫ってきてるというかもう有効時間、利用可能時間が終了まで迫ってきているので、ホーンテッドマンションの方に移動していたんだけど、見てパレード待ちがすごいことになってます。今日のスニークは朝10時、さっきやった1回しかないんですけど、ハーモニーカラーでこんなに並んでるってことだよね、多分。12、1、2、3、あと4時間ぐらいあるんだけど、ねえねえ、これハモカラでみんな並んでるの？パン？そんなかっこけないよ。もう1回スニークあるの？ハモカラで並んでるんでしょうか。すごい人です。なんだって？ハーモニーカラーだって、みんな。ハーモカラーで、今までこんなに並んでないよ。あ、早くなったんだ。早くなったんだ、なるほど。なるほど。ですね、びっくりした。12時45分。はい、ありがとう。はい、じゃあ、乗り終わってすぐだ。乗り終わったらやってるね、きっとね。なるほどね、それで時間変わったんだ。あ、じゃあ、昼のショー、結構早く、リーチまでだいぶ時間があるね。そうだね。もう一回できるじゃんね。あ、普段は、だからじゃあ、普段はハモカラ先にやって、ハロウィンパレード。よし。じゃあ、あと、もうすぐで終わっちゃうから行きましょう。ホーンテッドマンション。素敵。ホーンテッドマンションに来たらサリーがいた。とっても素敵です。素敵。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、通常だと70分待ち。はい、じゃあプライオリティバスがあるのでバスで行きましょう。あら、なんかこれ手動になってる。お願いします。ありがとうございます。2人分ありがとうございます。あ、結構混んでる。背中いっぱい気に当ててました。日が出てないからね。そういえば私当てましたよ、マジカルミュージックワールド。おお、すごい。すごいだろう。すごい。すごいだろう。すごい、ありがとう。はい、じゃあ本店に乗ってきます。本店に乗りに来たらさ、入り口にサリーが、ストレッチングルームにいるサリーの仮装をした方にお会いしました。しかもお姉さんも、乗れず、お姉さんすごく素敵ですって声かけたら、え、もしかして大和スタイルさんですかって声かけていただいて、ありがとうございます。じゃあ乗ってきます。
ちょっと列区切らせていただきます。次回でご案内でございます。ドームの前ギリギリができて横に座るドームの前にどうぞ。クリスマスの前の晩、家は悪夢に包まれて寝る。スピーカーかっこいいで光ってる。光ってた。そこはもう明るいからあれだけど、あなたもすごい素敵に光ってた。やっとアナウンスが再開したけど、一回止まっちゃって動き出してからはちょっとしばらく無音で進んでおりました。もう幽霊系のゼロではないですか。たどり着けたものが詰めたのはゼロへのプレゼントのようですね。Candles floating, the scent of mystery in the air. Ten Tarantini. キャラグリがとんでもねえ人気。本店乗ってきました。やっぱりパレードと同じぐらい、あのホリデーナイトメアバージョンのホーンテッドマンション好きなんだけど、これがプライオリティパスがあれば並ばずに見れるって最高。てか何、急にめっちゃ日が出てきた。めちゃめちゃ眩しい。そしてファンタジーランドもすごい混雑です。暑っ、めっちゃ日差し出てきた。そしてさ、やっぱり仮装してる方が多いということもあってか、キャラグリめっちゃ人気。いつもはそこまでそこまで列ができてないキャラクターたちもめちゃめちゃ大人気でした。ホーンテッドマンション乗って出てきたところにすごい、あの人垣、人並み、人垣があるなと思ってみたらグリーティングでした。暑い。じゃあ向かってます、どっかに。わかりません、大和さんについててます。向かってます。トゥーンタウン、スペシャル漫画、スペシャル漫画販売しているので、あのね、ボイラールーム映え突っ込んでるからトゥーンタウンは果たしてどうなんだろうということで来てみました。ちなみにミニーのスタイルスタジオは55分待ちです。55分待ち。はい、スペシャル漫画販売しているトゥーンタウントリートに来たんですけれども、めちゃめちゃ並んでるんですけれども、ボイラールームバイスと変わんないぐらい並んでる。そして向かいにあるグッドタイムカフェ、ギュイーンと、はい、グッドタイムカフェ、こちらもものすごい列でございます。まあちょうどお昼時ですからね、すごい。なんかめっちゃ久しぶりこっちのニューファンタジーランドに来ました。今日から
今日から仮装が OK になったということで、このニューファンタジーランドもベルとか野獣の仮装してる人がたくさんいるのかなと思ったんですけど、全然いない。あんなに仮装して写真撮ってる人で溢れてたのに、まあもうみんな撮り終わったのかな、昼過ぎで。他のエリアに比べてなんならすごい空いてます、歩きやすいです。美女と野獣魔法の物語は85分待ちです。85分待ちって空いてる方？空いてない。あ、そうなんだ、うん、でも他のエリアに比べたら結構歩きやすい気がする。私仮装の人そんないないね。なんか全然いなくなっちゃったね。びっくりしちゃった。あんなにいたのに。そうなの。前回こっち側にあのリーチフォーザスターズを見に来た時全く動かなかったので、こっち側に初めて来た、スペースマウンテンが終わって初めて来たんですけど、なんかこんなに壁で覆われてる、知らなかった。撮れてなかったすごい。あ、ずっと覆われてます。もうずっと一面こんな感じ。それこそあれだね、ニューファンタジーランドがオープンする前にあのこういろんなさドアができてた、あのイラスト描いてあった時みたいに、あの全面壁で覆われてます。でもそう、ニューファンタジーランドができる時はそのイラストとかがあったから、ここねもっとなんかイラスト描いてくれたらいいのにねそれこそ新しいトゥモローランドのこう完成予想図みたいなのが書いてあったらもっとフォトスポットになりそうだけど、謎の模様なので、あの写真撮り放題です。バズライトイヤーのシールください。もちろん。はい、どうぞ。ありがとうございます。宣伝さんもありがとうございます。ちなみにシールをもらいました。こちらバズライトイヤーのアストロブラスターは映るかな。待ち時間がだだ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 だ、あ、よくわからないけど90分待ちです。やばい。スタンバイだと90分待ち。プライオリティパスももう結構早い時間でなくなりました。テク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 。最近発売された気になるアパレルグッズがあるので、タウンセンターファッションに、あ、早速あるじゃん、来てみました。これこれ、ビッグティー、え、かわいい。やっぱ身幅でかい。丈はそんなに長くないね。このミッキーバージョンとこれ、え、なんかこんなの出てるの？見て、ヴィランズ T シャツ。知らなかった。ヴィランズ T シャツ出てます。ヴィランズ T シャツ。じいちゃん、これにしよう。あ、てくれたよね、派手派手に。あとはスティッチと101匹ワンちゃんとカーズ、あ、全部で4種類ビッグピー出てます。いや、ちょっとこれ欲しいんだよね、カーズかっこいい。カーズ欲しいかも。あ、これ再販してる？え、欲しい、買え。今持ってるやつちっちゃくなってきたし、毛玉ができて、あ、だね、リュック背負うからさ、お尻のところ毛玉になっちゃう。あ、それ買い買おうかな、これ。これもかわいい。じゃーん！これが見たかったー。やっぱパークに、そう、ボンボに行ったけど売ってなかったけど、パークに全種類ありました。101匹ワンちゃん、めっちゃかわいくない？かわいい。ちょっとこれ欲しい。
結構ビッグかも。あ、ありがたいビッグ。ありがたいぐらいビッグだった。ビッグだね。ね、ビッグビッグ。さっきの T シャツよりビッグ。かわいい。じゃサリーも後ろかわいいのかな。あ、かわいい。え、これぜ、これやばやばい。え、ティガーもめっちゃかわいいんだけど。ティガーもめっちゃかわいい。やば、欲しい。かわいいです。ガゼーボに来ました。ここに、イランズデザインのカップのハロウィンスペシャルメニュースパークリングゼリードリンク、コカ・コーラ&ストロベリーがありました。このはフック船長のやつだ。これはでも待って、18時半まで空いてるから、これはね、ヤマトさんといるときに来て、ヤマトさんに飲んでもらいましょう。私は、すいません、こっちにします。ガチョーン。ゲットしました。待ち列は結構長く見えたけど、5、6分ぐらいで買えました。よっしゃ。乾杯の準備いかがですか？いけます？ OK。せーのがさん、はい、乾杯。ポスターも、はい、いただきまちょ。はい、私は多分1年半か2年近くぶりに、あ、目が酸素する、ま、マッキーじゃないミッキーのマジカルミュージックワールドを見てきました。完全版になって初めて見たけど最高すぎて、あのビッグバンドビートももっと完全版になったらいいのに、クラブマウスビートもなんかもっとダンサーさんとかキャラクター増えたらいいのにって、なんか欲が出てきちゃうぐらいマジで最高でした。いっぱいキャラクター出てきて、こんなことちょっと小声でしか言えないんだけど、ちょっとなんならハロウィンのパレードより感動したかもしれません。めっちゃ最高でした。じゃあ、かわいいタペストリー202なんて上に書いてあったか、上に書いてあった202、かっこいい。アレビセント、ここからね、ここからじゃあらーん、アレビセント、じゃーん、アースラー、ダイナマイトパーリー、ジャパー、ダイナマイトのハーニー、でもいいんじゃない、でもいいんじゃない、愛が溢れてる、フック船長。そして東京ディズニーリゾート初登場、ドクターファシリーナが、この顔やばい。浅草とかでの似顔絵描く人みたいな誇張した感じにちょっとなってますけれども、ドクターファシリエ、今回のパレードは完全に彼が主役でしたね。はい、2024ファシリエ、ハーモニーインカラーが終わって、パレードルートを次に使うのはエレクトリカルパレードなので、まだ時間がね、今お昼の2時ぐらいなので、ここに平和が戻ってきました。すっきりしております。ゆっくり歩けます。いないね、ビーチフォーザスターズのショー待ちをしてる人はもうすっかりいないです。私たちは今から、あのさっき言ってたコーラのやつ、ヴィランズのカップのコーラ&ストロベリーをヤマトさんに飲んでもらいに、ガゼーボにまた戻ります。あ、そうだ、ガゼーボ行ったらさ、入り口今日全然取れなかったからエントランス取りに行こう。なんか、パンチが出てる、スペシャルマンが食べたくて
ボイラールームバイツの方に来てみたけれども、やっぱり超並んでる。トゥーンタインより並んでます。これはちょっとやめます。はい、じゃーん、ガゼーボでゲットしました。そしてこれですよ、このカップが欲しかったの。めっちゃかわいいじゃん。ピントが合ってないけど、めっちゃかわいい。ピントが合ってないけど、ピントがこれ合ってんのかな。じゃーん、こんな感じです。ピントは合ってるんでしょうか。こんな感じ。はい、これはヤマトさんが飲みます。なんか思ったよりストロベリーの割合多くない？コーラといるかな、本当にちょっと心配になって。外側ほぼ赤、私はちょっと黄色いドリンクいただきたいと思います。乾杯。これもちょっと味がゲロ甘そう。想像以上にストロベリーです。コーラ、あ、でもよく混ぜてお飲みくださいっていうことなんですけど、混ぜたら結構コーラの色になってきました。これはもうなんか赤褐色、うん、上にこういちごが乗ってるような感じで、下全部コーラなのかな、赤褐色みたいな色っていう感じです。なのでちょっとよく混ぜながら、果たして飲めるのでしょうか。結構いちごの果肉が入ってるね。ちょっと色見てみましょう。コーラの感じあんまりないんだけど、いちごの感じもそんなにない。じゃあ何だよ。新しいドリンク。すごいさっぱりしてて、コーラの感じもいちごの感じもないんだって。一口そうちょっと飲んでみて、うん、すごいさっぱりしてて美味しいよ。いただきます。コーラにいちごシロップ入れたみたいな、なんかまずくはないんだけど、なんか変な甘さないでしょ。でもこういう味のコーラ、なんかあれエッポットのコーラのバーであった気がする。あ、だって ベリーのコーラってあったよね。スイカじゃなくて、スイカだっけ。なんかそんな感じでも思ったよりまずくない。そう、なんか作られたイチゴっていうよりは、なんか本当イチゴの果実とコーラを飲んでるような感じの、私作られたイチゴみたいな、イチゴのシロップみたいな。イチゴ俺とか飲めないんですけど、これはいける。まあ俺じゃないからね、牛乳じゃないから。テク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 。では私は先ほど下見をしましたので、ファッションセンターに今度は実際にバクの外してまいりたいと思います。ワールドバザールはちょっとこうやって映ったら分からない、ワールドバザールはこの時間でもねめちゃめちゃ人が多いんですけれども、ハロウィングッズを売ってるお店以外は、ショップに関してはね、ショップに関してはハロウィングッズを売ってるお店以外はそんなに混んでるわけじゃないです。エンポリオも覗いてみたけど、そんなにめちゃくちゃ多いっていうわけではございませんでした。はい、なので買い物しやすいかと思います。これ買う。じゃあ本気買いします。はーい、無事と言っていいのか分かりませんが、2万円分のお買い物が完了いたしましたので、ちょっと駐車場の方に荷物を置きに行きたいと思います。駐車場に戻るためにワールドバザール通って、そしてエントランス通って、もちろんそうだけど、それじゃないと出れないから、エントランス通って出てきたんですけど、すごい人。あ、これ2時半、3時前とは思えないぐらい。なんならもうそのウィークデーパスポート、なんかその昼過ぎから夕方ぐらいからのパスの人たちが入ってきたばっかりなんかじゃないのかって思うぐらい、めっちゃエントランスも人多かったで、なんで多分だけれども仮装してきてらっしゃる方々が結構エントランスのグリーティングを待ってる方が多くって、柵沿い
にすごい並んで待ってらっしゃる方が多かったです。それはね、さっきやばい、息が切れてやばい、あのグレートアメリカンワッフルカンパニーだっけ、あのワッフルのお店のところの周りもなんか奥から、その奥からキャラクターが出てくるのを待ってる人とかで、やっぱ仮装してる人は、仮装してる方々は多かったですね。キャラクターが出てくるのを待ってらっしゃる方が。ということで意外とねカメラが重いのよ。なので持ちながら喋ってると息切れしちゃいますけれども、荷物置いて戻りまーす。はーい、ありがとうございます。はーい、駐車場に買い物したものを置いてまた戻ってまーす。涼しい風が吹いてきて、スピリットジャージでも、今日見てこの清掃、ハロウィン清掃のスピリットジャージでも今はちょうどいいぐらいでございます。いや今日はね、仮装してる人たちがいっぱいいらっしゃるから、私のこのオレンジ、オレンジスピジャーにオレンジスパッツ履いてるんだけど、まあ地味、そんな目立たない地味かなと思ったんだけど、あ、もうあのすごい、あの色が目立ってて分かりましたって声かけてくださって、すいません、え、今日地味で来たつもりなんですけどって話、地味じゃないかしら。でも、なんか離れたところで見つけやすいでしょ。ではでは、戻りまーす。4時からはショップのスタンバイパスが取れてるので、今日発売のグッズたちを見に行きたいと思います。はい、再入園しました。ミッキー花壇、こんな感じ。そしてエントランスはこのような感じでデコレーションされてます。そう、奥にかぼちゃがいるの。かぼちゃ、きっとモザイクで分かんないだろうから、ちょっと近くで撮ります。後ろ姿としてこんな感じ。エントランスのこれなんていうんですか、ゲート、門、ゲートはこんな感じ。ジャックオーランタンがいて、すごくおしゃれな、おしゃれなハロウィンの垂れ幕の横にドナルド、グーフィー、デイジー、反対側にミッキーとかミニーがいました。そしてね、ワールドバザールの真ん中の門がすごいかっこいいんですよ。撮ります。でもこの時間で3時前、4時前で多いね。エントランスもワールドバザールも多いです。見てこんな感じ、ヴィランズって感じです。あ、ろうそく火ついてる、なんかろうそくに火が通って灯ってる気がするね。ここに今クロー、なんていうんですか、クロープラスで目が光ってます。でその奥にあるこっち側、ここのろうそくが夕方になって電気が灯りました。かっこいいよね。じゃーん、これがね、四隅に、クローはここだけで、他もこうやってろうそくがあったりでデコレーションされてます。あー、ジャックに会いました。かっこいい。あー、すごいよ。ありがとうございます。はい、ペニーアーケードに来ました。ペニーアーケードの今月のスーベニアメダルはハートの女王です。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いけど、お財布を忘れてしまったので我慢します。素敵。ハロウィンのお菓子もまだまだたくさんあります。なんかちょっと今動画にまとまりがないんですけれども、4時からショップのスタンバイパスが取れてて、
時間が余ってるのでワールドバザールうろちょろしてます。クッキーね、すごい美味しそう。これなブラウニー、めっちゃ美味しそう。4個で1200円、4個で1200円、すごい美味しそう。わっ、何カンカンかっこいい。これ欲しいかも。チョコレートクランチ32個入り2000円、めっちゃかっこいいこのカンカン。上はこういう感じ、かっけー。あとはスープ、マシュマロ、パッケージかわいい。何これ、めっちゃかわいい。なんか星のチャームがついてるアメちゃんだ。アメちゃんにこれが、ペロペロキャンディー、これが、ペロペロキャンディーもありました。何味なんだろう、買っちゃおうかな。何味、オレンジ味だろうね。オレンジ味、アソーテッドクッキー、135g 1600円と、ちびっこグミが入ってる7袋入り、7袋、この中にちっちゃい、パッケージでちっちゃいグミが入ってる、7袋800円です。こっち側にもありました、ハロウィンクッキー、さっきのチョコレートクランチと、これは新しい柿の種、24袋入り900円。これもパッケージがめっちゃ可愛いね。お土産に最適じゃないでしょうか。そしてなんかこれ今までなんか定番だよね、イベントものの定番、チョコレートバー、1800円、24個入り1800円。これは最初のお菓子、こんな感じかしら。ハロウィンのお菓子はお願いいたします。ありがとうございます。2名様分確認できました、はい、お会計の際再度ご提示お願いいたします。ありがとうございます。ディズニー&カンパニーにやっとヤマトさんが12分13分の遅刻できたので入りました。うわ、前回と違ってめっちゃ混んでます。今回はめちゃめちゃ混んでる。おーっと、今回はすごい。うわ、ぬいぐるみバッチのところがすごい品切れ品切れ。うわすげー、ね、ぬいぐるみバッチのところがすごいことになってる。うわー、おー、こんな感じ。でもちょっとかなり混んでるのでちょっとここまでにします。動画が終わってた、あ、いや、ショップでもう人が多かったから撮れませんっていうところで終わってたんですけど、ということでお買い物が終わったので今からビッグサンダーマウンテンに向かいます。最後のパス系、プライオリティパスです。行きましょう、行きましょう。今日はトルバトールタバンとか75分待ちとかで、あ、違う、キャプテンフックスギャリが75、トルバトールタバンが45分待ちとかで、レストランも結構混んでます。いやー、なんせゲストの方が多いですからね。ただトイレはそんなに待たない、スムーズです。めちゃくちゃ久しぶりの大きい雷山、ビッグサンダーマウンテン来ました。プライオリティパスでどれくらい並びますかって聞いたら、だいたい5分前後で乗り場まで行けるそうです。あっぱれプライオリティパス、ノンストップ、よくしてよくしてよくしてノンストップノンストップです。本当にめちゃめちゃスタンバイ並んでたから、プライオリティ5分って聞いても本当にいいと思ったけど、めっちゃスムーズ。今のところ一回も立ち止まらず屋内に入りました。あ、そしてヤマトッチのスピジャがめっちゃ光ってる。さすがに乗り場まで一直線ではなかったんですが、もうこんなところまでノンストップで来ました。プライオリティパスすごいね。早いよね。早い。
大威力、無料なのにすごい。じゃあ乗ってきまーす。ビッグサンダーマウンテン乗ってきました。出てきたらウドちゃんのところに出てくるんだけど、この時間がもうすぐウドちゃん閉まるよね。7時ぐらいか。それでもかなり混んでます。マークトゥエインごお帰り、いらっしゃい。かあ、行ってらっしゃい。はいはい、エレクトリックレールウェイ、はい、ビッグサンダーマウンテン乗ってきました。うっせー、下にまでずだ。ビッグサンダーマウンテン、めっちゃ久しぶりに日本道乗ったんだけど、あ、もうこんな長かったっけっていうぐらい、結構あの長いよね。長い。乗車時間。うん、日本は、すみません、なんかマウンテンみたいな、日本は久しぶりだったんですけど、めっちゃ楽しかったです。しかもプライオリティパスの威力が最高。無料ですからね。あのホーンテッドマンションの時もそうだったけど、このパスめっちゃスタンバイと比べてめっちゃ短くなる。このパスが無料で取得できるのはかなりいいことだと思います。じゃあ、なんだっけ、リーチホーダースカースターズのショー待ちをしているところに戻りたいと思います。せっかくウエスタンランドにいるのに、この私がタダで買えるはずはないということで、カウボーイクックハウスに寄り道をしまして、いつものあれといつものあれを買いました。あの、もういい加減この動画で、この日の動画でビールを飲むシーンいいだろうって感じなので、アフレコにしてみました。ごくごくごくぶはー。暑さが落ち着いてきて、より、パークで飲むビールに拍車がかかって、最近調子に乗っている私です。この後10月5日ディズニーシー、そしてつい最近ね、昨日10月8日ディズニーランドに行ったんですが、最近調子に乗って美味しくいただいております。違う違う。はい、リーチ、リーチフォーザスターズまで。あと12分ほどになりました。パレードルートは大混雑です。じゃあパレードルートのあの通路の半分も立ち見の場所になるので、通路がかなり狭くなって、あの行く人帰る人あの進む人戻る人でめっちゃ道は混雑してます。今日はこの場所からクリスタルパレスレストランの前あたり、クリスタルパレスレストランの前あたりじゃないな、どっちかっていうとプラザパピリオンレストランの前あたりで見ます。まもなく光と音のファンタジー東京ディズニーランドエレクトリカルパレードショディングレイツが始まります。おなじみのディズニーミュージックに乗せて繰り広げられる美しい光のパレードが夜のパークに永遠の輝きを与えます。なお公演中は照明が暗くなりますのでご注意ください。
Here it is. I mean, come on. Did I deliver or what?口癖かも。エレクトリカルパレードを見まして、続いては8時20分から始まる花火、しかもナイトハイハロウィン、今日からハロウィンバージョンの花火が始まるので、あの山本さんが今日の初回はどうしてもホーンテッドマンションのところから撮りたいということだったので、急いで、アドベンチャーランド抜けてウエスタンランド抜けてファンタジーランドの方に向かいます。まだウエスタンランドにいます。この BGM お分かりの通り、なぜかと言いますと、これ最後だね今日ね、ラスビモバイルオーダーで締めのビール頼みました。てかお腹空いたからカレー食べたかったけど、そんなことしてたら花火間に合わないので、あのビールで我慢します。お腹空きました。では今日本当の最後の最本当の本当に最後の乾杯しましょう。せーのがさん、はい、乾杯、狭間乾杯、かいいのかいいの。はあ、あと10分で天候に問題がなければ花火が始まります。じゃあ行ってみるか、本店のところにね。レッツゴー森田ゴー。はーい、移動してきました。ナイトハイハロウィン、この場所から見ます。どの場所かというと、このちょっと右はあのアトラクションの出口ですね。アトラクション出てきた通路出てきた通路とか出てきてのところ、あのフリーグリーティングとかがある場所で見ます。Thank you.
めっちゃいいじゃん、なんか。こちら、東京の駅まで捕まらずに来ます。テクテクテク。はい。ホーンテッドマンション横でナイトハイハロウィンを見まして、結構大人数で見てたんですけれども、そこでみんな開催になってビッグサンダーに行く組と、帰宅組とスモローランドでバズライトイヤーのアストロブラスターミッションコンプリートのシールをもらう組と、あとリーチフォーザースターズの見る組と分かれて、私は一人で、今から私は何の組に属したかというと、属してはない、一人で、カリブの海賊に乗りに行きたいと思います。なんでホーンテッドマンションからアドベンチャーランドの方に向かってたんですけど、本来だったらね、ギュッギュッギュッって行けるところがリーチフォーザースターズが始まるので、あのお城の方が規制がかかってて結構遠回りしてきました。なので10分待ちだったのでまだ乗れるとは思うんですけれども、アドベンチャーランド急いで向かいます。わあ、綺麗、シンデレラ城綺麗です。アドベンチャーランド向かいます。着きました、カリブの海賊。アプリだと10分待ちだったんだけど5分待ちで入れそうです。5分待ち。では今日の締めはカリブの海賊乗ってきます。ワンちゃん、でもこれ早く終わったらジャングルクルーズも乗れないかな。キビーカー今45分、さすがにキビーカーちょうど9時になりそうだね、乗り終わったら。手や足を船の外に出したりするんじゃねえぞ。それに子供からは目を離さないでくれよ。はいよ。フラッシュ撮影もやめてくれ。めっちゃガラガラや、めっちゃガラガラ。まずは高層階に立てまで。
香り。Do help yourself to a trinket. Small one. Drink up, me hearty show ho. Yes, 'tis a fine treasure indeed. ジャングあカリブの海賊乗り終わって、ただいまの時刻あ9時ぴったし、たった今カリブから出てきてビーチフォーザスターズが終わったんですけど、この欲深い私はジャングルクルーズ乗れないかなと思ってきたけど、あ、終わってる？終わってるか。そこにキャストさんがいるけど、もう終わり？あ、もう終了しちゃった。はい、来たんですけど、くー、終わりでした。間に合わなかった。残念。残念。間に合いませんでした。ショック。はい。アドベンチャーランド。少ない人少ないです。カナピー。アドベンチャーバザールももう閉まっちゃってるし。まあ、みんなと合流します。はい、カリブの海賊、あれ違う、ジャングルクルーズが、閉まっててもう乗れなかったのでワールドバザールの方に来ました。じゃああとは今日はこのまま、帰宅の途に着きたいと思います。遅い時間のヨーグルトパフェではなくワールドバザールは、わー、もちろんですが、かなり、あ、もうね、まあ、でもすごい真ん中のあのお店、柱のところも光っててデコレーションされてます。綺麗だね。いやー、今日は本当に一日を通してずっと混んでた。さすがハロウィーンって感じで、あら、めちゃめちゃ混んでた一日でした。じゃあゲートに向かいたいと思います。ゆまこさんからもなんかワールドバザールに向かうって連絡してた。ちょっとまだ旦那とは合流できてないですが、とりあえずもうこの人髪を逆走することはできないので、すごいすごい流れに乗って来てます。流れに乗ります。But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground.